ウロハゼ、学名グラサーゴビウスアラベイシャスは、スズキメハゼ科に分類されるハゼの一種。東アジアの温暖な内湾や、気水域で見られる大型のハゼで、食用にもなる。標準和名、ウロハゼは、単語地方での故障にちなむ。日本での他の地方名は、グズウログズ、ヌレオカメハゼ、カメハゼ、夏ハゼクロハゼ土ヨハゼ、カワハ,ハゼゴウソ、マルハゼ、ユルハゼなど数多い。 生魚は全長20センチメートルを超え、日本産のハゼとしては大型種である。口が大きく、下顎が上顎より前に出ていて、下の先端がに刺する。体は緑褐色で、頬や体側に黒い大きな斑点が並ぶ。また、後部に黒い小斑点が散在する。マハゼアッコアンソホビウスフラビメイニスとは、外見や生態が似通っているが、ウロハゼは、 マハゼより太く短い体型をしていること、下顎が前に出ること、鱗が大きいこと、覆面に光沢がなく、灰色を帯びることなどで区別できる。浜名湖では、ウロハゼを、夏ハゼ、マハゼを、冬ハゼと呼んでいる。日本では、新潟県、茨城県以南の本州、四国、九州に分布する。南西諸島には分布しないが種ヶ島からの記録がある。日本以外では、 台湾を含む東シナ海、南シナ海沿岸に分布する。ウロハゼ属グラサーゴビウスのうち、九州以北に分布するのは、ウロハゼのみである。寄水域や内湾の砂底、砂底底に生息し、群れなどは作らず単独で行動する。岩穴などを好む習性があり、標準和名、ウロハゼはここに由来するが、波打ち在近くの砂底でじっと佇んでいることもある。 また、高知での地方名、ゆるはぜのゆるは、水門のことで、水門に集まることに由来する。肉食性で、甲殻類、多毛類、小魚など小動物を捕食する。産卵期は、夏で、小さな岩穴などを巣とする。メスは、巣の天井に産卵し、産卵、受精後は、オスガスに残って深まで卵を保護する。岡山県など、瀬戸内海沿岸地方では、 ウロハゼを狙った、ハゼツボ漁、ハゼバコ漁という伝統漁法がある。これは、素焼きのツボや木箱をウロハゼの生息域に沈め、この中に潜り込んだウロハゼを漁獲するものである。それ以外では、マハゼやシロギスなどを狙った釣りで、下道として釣れることがある。利用法は、マハゼとほぼ同様で、唐揚げ、天ぷら、刺身などで食べられる。 ウロハゼの学名は1960年代まで混乱があった。また、南西諸島以南のインド太平洋熱帯域に分布する同族種双子ハゼグラサーゴビウス SP の亜種とする説もあった。これらの説については、1966年発表の秋人新能の調査によって、ウロハゼと双子ハゼが別種であることが示された。 さらに過去の文献の精査によって、日本動物史による、ゴビウス・アラベイシャス・テミンク・イシュ・レーゲル、1845に、選手権があり、属が変更された、グラサー・ゴビウス・アラベイシャスを使用するのが妥当という、見解も示された。ありがとうございます。